Thank you.
かね、機械会社どうなりでもって、もうジョニーも頑張ってた、アメリカのあらゆる会社も頑張ってた。その中で1900から20、20年前だね、20年前だね。突然中村先生ってその時は見せられていた日本人と、それが今生の中村先生の子は青色が答えができた。しかもみんな絶対できないと思って、金もないじゃないか、2人もみんなそんなできるわけないって、2人だけ使ってくれると気合ってて、それでもできたって言って、でそうすると半導体学園の国際会議、世界で一番、まあ、権威な半導体学園の国際会議に天野先生とか、あの中村先生が呼ばれて、で何を発表されて、まず青色ダイオードで